しもし。あ、今家じゃない。はいはい。え、今家で帰ってきた。あ、そうなん。なんかジャージャー言ってる。うん。今からさ、さばこうとしてんねんけどさ、うん、どうしたらいい？まあ、どう？めっちゃすごい。だから、お刺身やろ。だから一エビボイルしても美味しいし。うん、あー、美味しそう。美味しいよ。ほんでから焼いても美味しい。あー、美味しそう。でも一人食べられへんやろな。え、だから今日は刺身。まあ、お刺身や。うん、刺身や。しようかなっていう。そう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 。で、サザエも刺身できるやん。ああ、サザエと刺身、つぼ焼きもできる。結構食べれるんちゃう？伊勢海老1匹食べれるやろ、うん、で、サザエも結構食べれるやろ、はい、買い物はいいなぁ、行きたいありがとうございます。食べたい。頑張って食べて、じゃあ、うん、私の分も食べるわ。うん、ほな頑張ってね。うん、じゃあね、はいはい、バイバイ。はい、うますぎてマジでさ、震えちゃうよね、これ。このうまさはもうマジ神。ねえ、なちゃん。姉ちゃんが食べれるのはない。まあ、え、待って、もうビールないじゃん。ビールは進むんじゃ。こんなとてつもない贅沢をいっぱいできるって幸せですね。ぬーちゃん、伊勢海老のこの角で遊ばないで。この角は遊ぶもんちゃうからな。え、幸せ。マジで伊勢海老やばいわ。ほんまにやばい。これほんまにやばい。もう全然もうすっぴんとか全然気にしないぐらいさ、もうすっぴんとか全然気にしないぐらいもう美味しすぎて美味しすぎて、もうこれをこの美味しさをみんなに伝えたすぎて、こうあの川越シェフじゃないよあれ、誰やっけ、あの、さばいていくの誰やっけあれ、誰やあれ、あの人とかさ、めっちゃ羨ましいな。あの人結婚したやんか。奥さん毎日幸せやな。みさんもそんな奥さんになりたいです。毎日こんな美味しいご飯がいっぱい食べれる奥さんになりたいです。幸せちゃう、あのあそこの奥さん名前忘れたけど、さばいていくの人、名前何やったっけ。